オープン戦もスタートし、3月5日のキャンプ打ち上げまで残り1週間を切りました。今回の春季キャンプでは新戦力を中心に様々な選手が頭角を現し、2軍からは好調の中山選手と岡田選手が昇格し、1軍枠争いも激しくなっています。そこでこの動画では現時点での野手の開幕1軍枠を考察していきます。このチャンネルでは巨人を中心にプロ野球に関する様々な動画を投稿しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。ぜひ最後までご覧ください。現在1軍には2軍から昇格する中山選手と岡田選手を含め21名の野手がいます。ここに加えて大城選手と岡本選手の WBC 組を含めた23名での開幕1軍枠争いとなります。2軍には内野手では北村選手や廣岡選手、外野手では石川選手やサポートメンバーとして WBC の合宿に参加している松原選手、重信選手の中堅選手たちもいますが、現時点では1軍メンバーの故障でもない限り昇格は難しいでしょう。昨年の開幕1軍メンバーを見てみるとこちらの17名となっており、今シーズンも開幕は17名でスタートすると仮定します。そうなると現在の23名での争いから6名が脱落することとなります。どの6名が脱落するのか、ポジション、役割別に見ていきます。まずは捕手から。正捕手の大城選手は確定で、2番手捕手も小林選手で確定と言っていいでしょう。小林選手は原監督から小林のバッティングは5年ぶりぐらいに良いと評価を受けるなど、キャンプから好調でここまでの紅白戦などの実戦でも7打数3安打と結果を残しています。経験も豊富で、小林選手が2番手捕手として控えてくれていたら安心感もあります。残る1枠を岸田選手と山瀬選手で争うこととなりますが、岸田選手が一歩リードしているでしょう。岸田選手はここまでの実戦で9打数4安打と打撃が好調で、3番手捕手としての役割だけでなく代打としても起用ができます。これは山瀬選手にはない部分で、山瀬選手の肩も素晴らしいですが、代打での起用ができる分3番手捕手の枠には岸田選手が入るでしょう。続いてベテラン枠、右の代打枠の3名を見ていきます。キャンプ前に阿部ヘッドコーチがベテラン3人全員はベンチに置けないと言っている。走る人を用意したりとかはチームに迷惑だから競争して頑張ってくれという発言がありましたが、その発言をそのまま聞くと外れるのは中島選手になるでしょう。松田選手、都庁の選手はこのキャンプでもまだまだ走れるというところを見せてくれています。ポジションのバランスや新戦力ということも踏まえると、開幕メンバーには松田選手、都庁の選手になると思います。内野手を見ていくと、レギュラー格の4名は確定で、坂本選手のフル出場は難しく、週に1回は休養日があると考えると2番手ショート筆頭で猛アピールが続く門脇選手も確定と言えるでしょう。内野の複数ポジションで2番手となり得る増田陸選手も1軍メンバーには置いておきたいです。昇格してきた中山選手は門脇選手との比較になりますが、守備力の差で開幕1軍に残るのは難しく感じます。これからのオープン戦で打ちまくれば左の代打枠、控え内野手枠として可能性はありますが、門脇選手の台頭もあり他の選手の故障や不調待ちとなるでしょう。外野手は競争が激しくなっていますが、ライトの丸選手は確定。センターも守備に問題がなさそうなので、ブリンソン選手で開幕は確定でしょう。レフトをウォーカー選手、秋広選手、オコエ選手などで争いますが、原監督がバランス的に言ってレフトに左打者が入るのもいいという発言がありました。オープン戦で秋広選手が結果を出してくれたらいいですが、そうならなかった場合、岡田選手や間もなく実戦復帰となる梶谷選手にもチャンスは出てきそうです。外野の枠を予想するのは難しく、現時点までのアピール度でいうと萩尾選手はオコエ選手に遅れを取っていて難しく、秋広選手は左の外野手という点で岡田選手や梶谷選手との争いになってくるでしょう。
足のスペシャリスト枠で一軍に残っている鈴木選手は湯浅選手との争いになってくると思います。終盤ダイソーで出てきてそのまま守備につかせるには鈴木選手の守備力はまだ物足りなく、外野手の層が厚くなってきていることも踏まえるとダイソー枠は湯浅選手でいいと感じます。今シーズンの開幕1軍野手17名の予想をまとめると、現在の1軍メンバーから捕手の山瀬選手と内野手の中島選手、中山選手、外野手の萩尾選手、鈴木選手が外れ、残りの1枠を左の外野手、左の代打枠として秋広選手、岡田選手や梶谷選手、松原選手などの現在1軍にはいないメンバーで争う構図になると思います。こうして見ると左打者が少ないので湯浅選手を外して左打者を入れる可能性もありそうです。まだ開幕まで1ヶ月以上あるので状況は変わっていくとは思いますが、ここまで故障者も1人もなく順調に来ていると言えるでしょう。昨シーズンの開幕メンバー17人と今回挙げた今シーズンの開幕メンバー予想17人を比較すると、昨シーズンも開幕メンバーに名を連ねていたのは8名で、9名が入れ替わっている形となります。新戦力も多く、昨シーズンとはまた違った戦い方を見せてくれることに期待です。昨シーズンは開幕1軍に入っていた増田大輝選手、若林選手、松原選手や他にも北村選手、梶谷選手なども控えていると考えると、今シーズンは選手層がかなり厚くなったように感じます。昨シーズンはレギュラー選手と控え選手の差が激しく苦しんだ巨人ですが、今シーズンはそういったことはなさそうです。あとはもう故障なく無事に開幕を迎えてもらいたいです。投手の1軍メンバーも見ておくと、現在は17名がいて、WBC 組の戸郷選手と大勢選手を含めると19名ということになります。先発6名、中継ぎ7名の合計13名が基本になってくると思うので、投手に関しても競争が激しくなっていきます。開幕ローテ候補を見ていくと、菅野、戸郷、BD、グリフィンの4投手は現時点で確定で、残りの2枠を若手投手で争う形となります。山崎伊織選手と高橋選手も復帰間近で、これからのオープン戦では一度の失敗も許されない厳しい争いとなっていくでしょう。これからの1ヶ月で開幕メンバーは固まっていきます。今回予想をしましたが、いい意味でその予想を裏切ってくれる、ここまでは目立っていなかった選手の台頭にも期待したいです。逆にここまで順調にアピールができていても、ここからの1ヶ月で不調になっていく選手もいるでしょう。ここまで全体的に順調に来ていますが、開幕までこのまま何事もなく行くことはないでしょう。どんなメンバーで開幕を迎えるのか、ここからの1ヶ月楽しんで見ていきましょう。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。